始まりました。水沢由美のキラキラだ。今日のキラキラはですね、はい、土蜘蛛のメンバーをご紹介したいと思っています。まずは座長の月城明さん、よろしくお願いします。モノモケエンターテインメント企画あやかし座長の月城明です。よろしくお願いいたします。はい、今回もありがとうございます。はい、もうね、だんだん盛り上がってきました ね稽古もね、本当に。はい、もう今回は近代能楽集最終回ということで、もう一番いいところがもういっぱい詰まってる作品ですもんね。そうなんです。ギュギュッと詰めました。はい、そうです。ぐぐっと詰めてくれたのが月城明さんなんですかね。はい、物語で文章で詰めたのは私なんですけれども、今立体的に皆さんもどん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 素敵に組み上げてくださってます。もちろん由美さんも、ね、素敵なヒロイン、どうでしょう。でございます、頑張っております。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、今回も本当にいろんなものが入って入り込んでね、踊りもあるし、そうですね、怖いところもあるし、現代になってえっていうところですね。立ち回りも、ね、あったりとかしますからね。すごいですよね、立ち回りがね、皆さん大変でございますよ。はい、いつみんな切られてるか分かんない大丈夫かなって心配しながら、はい、本物に近いもので、はい、で今回まだ公開はまだの本番までしてないんですけれども、はい、馬乗り刀っていうその当時の刀で、うん、よく時代劇に出てくるような形状ではなくても逆になっている、うんうん、少しこうね、反っている、お月様の三日月のような、かなり重いですよね。重いんですよ。はい、ね、どなたが持ってるの見ると軽そうに見えるんですけど、自分で見るとあ、こんな重たいんだみたいなね、そんな本物に近いものを使いながら、はい、やっております。さて、月城明さん作、はい、演出の方でね、はい、役者さんそれぞれ見てらっしゃると思うんですが、はい、いかがですか。いや、もう皆さん本当にその役にしっかり入ってくださって、役のことをちゃんと考えてくださっていて、で自分ならこうであるとか、いろんな脚本を読んで読み込んでくださっていて、だからその人にしかできないその役っていうのをもう確立していってくださってるなって思うんですね。もちろん由美さんもすごく大変な役だと思うんですけれどもです、ね、今回は無茶ぶりばっかりですけれども大丈夫ですよ。はい、どうですかね、ミニスカートはないですか ね、 今回はそうですね、そのあらわになるおみ足はないですけど、ずっとあらわになってるんですかね、わかりませんすいません、その辺は見てからの楽しみですね。どう、はい、私が演出すると絶対由美さんの足が出るっていう噂ですけれども、今回はどうなのかっていう、さてね、今回は、ま、私は近代能楽集のね2本目から出させていただいたんです。それを見に来ていただいた川端慎二さんがですね、はい、出てくれることになりましてね。そうなんです、3本目からねびっくりしまして、3本目の船弁慶という作品をですね、ちょうど執筆してる最中だったんですよね。はい、ラジオに呼んでいただいて、そうですね、今日、はい、ね、今日水沢由美の今日は何色という番組をね、はい、させていただいている時に書かせてくださって、うん、ボイスドラマを書かせてくださるということで、ラジオドラマも書いてもらって、はい、それでやっていただくのは絶対川端慎二さんでしょうと思って、はい、お願いしたら心よくいいよって言ってくださって、でね、ちょうど見せていただいたんですよ、その読んでるところを、じゃあちょっと見せていただいてって言って、で、ま、その時すごくしどろもどろだったんですけど、実はただ見学をさせていただくつもりで行ったんですけど、あきらちゃんって言われて、あ、私喋っていいんですかってなって、すいません、すごくびっくりしてしまって、で本当に大先輩お二人が読んで、私の本を読んでくださっているっていう感動でいっぱいだったの でその時にその葵の上外箱町出てくださってた作品を川端さんが見に来てくださっていたっていうことを知りまして、
でその次はいつですかというこの話になりましてでちょうど5月ぐらいですかねみたいなお話を今書いてる最中でみたいなお話をしてる時にですねちょっとスケジュールが空いているかもしれないということで僕出てもいいよおっしゃっていただいて私はその瞬間口からですね本当にあの表現でありますけれども心臓がですねここまで来まして言葉を失いましてだからその後ねあきらちゃんシーンと静まったまんまで連絡も来ないんですよあれだってせっかく川端さんが出てもいいよって言ってくれたのにご冗談だと まさか私のようなその、ね、だって思うじゃないですか小さな宇宙劇団ですしいやもう読んでいただいただけでもありがたいでそう出てもいいよってそんなありがたい言葉ないわけですよ、まあ、これありがたく頂戴してだって NLT の代表の方ですよねもう私はそこでそう言っていただいたことにもう感謝をして帰ったわけなんですけれどもあのあきらちゃん連絡来てますけどどうしますかみたいな本気でらっしゃるそうなんですよ本気でらっしゃったんですかっていうそのせっかく出てくれるって言ってくれるんだから本当に出てもらいましょうよって言っていや、本当にびっくりしてしまって私はこう言葉が日本語が分かんなくなっちゃってびっくりしちゃって日本語が分からなくなってしまってあの本気でいらっしゃったんですねってまさかでもうちどういう感じでその伝わっているのかが全く分からなくてうちとても小さいですし出ていただいてでもあの時でもさあの法相のね高橋先生もちゃんといやもうそうなんですけれどもご出演もされてるしそうなんですけれどもあのね本当にそれもあるんですけれども初めてお会いしたのでもういいじゃないですかです呼びませんそうですねそうですねそれちょっとなぜかちょっとそこをね聞いてみたいっていうのがちょっとやっぱ見ていただいてどやっぱりどうだったのかなっていうのと、ね、で、まあ、今のこととね、はい、そうですね 3回目なんですよねだからそうなんですよ前回の羽衣にも出てくださって船弁慶羽衣そして今回の土蜘に出てくださるっていう今参加びっくりですね本当にですよね私も本当にね嬉しいですね、はい、じゃあ早速、はい、早速じゃあ、はい、ちょっと、まはい、あのねコロナの時もあるので、はい、ちょっと離れ離れにしたいと思います。いらっしゃいますよね川端さん川端さんはい、今大げさに紹介をしていただきましたあの川端真嗣でございます。ねそのラジオの時に、はい、あの作家さんですって紹介された女性月城明さんって僕は男の子だとばっかり思ってたらね裏若き美しい女性だもうそれだけで、あ、うん、もう別にいいよ、やってもって。うん。そうだったんですね。みーちゃんは出るわ、あきらちゃんは出るわ、それで、みーちゃんもなんかね、その時にいたし。そう、一緒にいてくれてね。うん、あ、かわいい女の子に囲まれるのがね、大好きなものですから。もう本当に川端さんはどこでも美しいね、方々の。だって、あの、私たちお芝居やった時にも、わーっと、来てくれましたよね。ひなちゃんだとか。あ、そう、そうですね。美人がいっぱいですね。うん、まあ、あの、もう、見た目美しいっていうこともね、あの、とっても、あの、僕にとっては重要ではありますけれども、はい、うん、あの、可愛くて美しくって、もうその人にしかない魅力を持って、しかない魅力をもう輝いている女の人っていうのはもう何事にも変えがたい一番僕の芝居の根源にあるのはその辺なんじゃないのかなっていう、ちょっとお芝居の根源がその可愛い美しい女性ですか？そうですね、そうですね、うん、それにいろいろな、うん、その人たちが何かをすることによって
換気されて、うん、パワーを、そう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 、与えてもらっちゃう、またそこでパワーを与えちゃう、うん、結局もらったものは、うん、それに上乗せして、うん、先様に何かをお伝えしたい、そこからまたもらいたいっていうのはね、うん、基本はそこなので、うん、あの日常生活は非常に僕は地味なものですから、あのオンステージになると見境なく何をやってもいい世界なので、確かに、うん、だってもう本当にあの、ま、パッと見てもお芝居がお好きな方なんだなっていうのがもう、うん、本当に分かります。もうお芝居に出てらっしゃる時に何にもない世界でも、例えばね、お金持ちの人であるとか、うん、でこの前なんか、偉い、親分だったりとか、そう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 、あ、やってましたね、どんなお役をバッとその場で演じきちゃう、うんうん、どうしてもあのやっぱり若い方っていうか、あの袖、うん、袖に入る瞬間にちょっとこう本人になっちゃう方とか多いじゃないですか、うん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 、全くそういうのはなくて、もう出た瞬間にもうその役になるっていう、もうそれは本当にあのすごいなと思うし、いやそれはもう由美さんだってそうですし、あのちゃんとした、ちゃんとしたっていうことも変だけど役者ってね、そういうものなので、うん、だから、まあ、この頃いろいろな世の中開けちゃったから、うん、簡単にお芝居も映像も手軽に、ね、できちゃう時代じゃないですか、はい、昔はもう本当に舞台に板に乗るまで大変な努力が必要だったんだけれども、はい、うん、この頃はそうじゃない、だから誰でも文句は開けたんだけれども、うん、じゃあプロとアマチュアの違いは何かね、うん、線引きないような感覚なんだけれども、うん、経験がなくても輝いてる人っていうのももちろんいっぱいいらっしゃるんだけれど、はい、うん、やっぱりそのプロの、うん、芝居をするっていうことはどういうことなのか、お客様に何を持って帰っていただいたら一番嬉しいのかって、うんうん、その辺を考えながらやるのが、うん、本当の意味でのプロフェッショナルなのかなと思いはするんですね、はい、うん、だからアマチュアは自分で楽しんじゃったり、うん、自分で苦しんでるのを見せちゃったりっていう、あ、うん、で、なるほど、でもプロはそうじゃなくて、もちろんやってる時も楽しいし、うん、楽しいんだけれども、うん、うん、その楽しいのは役を演じているから楽しいのであって、でうん、役者自身がそこで楽しんじゃったら、うん、ちょっと別なことが出てくるっていう、ね、確かにね、あの、うん、すごくアドリブの、ね、うん、上手な方ももちろんいらっしゃるんですけど、はいはいはい、今度アドリブアドリブになりすぎちゃってお芝居がなんか、ねね、違うものになってしまったりするような、ね、うん、場合も、ね、ありますよね。そういう意味ではやっぱりちゃんとした本の、うん、の枠の中でそうですね、だから、まあ、僕も本当にあのこの世界長くなってしまったので、うん、僕がそうやって50何年間か培ってきたものを、まあ、あのうちの劇団はもちろんなんですけれども、はい、まあ、今表に出る機会もこうやってあの彩香さんに呼んでいただいたりっていう機会があるものですから、私ユミさんが呼んでるんですよ、そう由美さんきっかけで、由美さんきっかけで、ね、こうやってあの本当に素敵な、ね、方だ、ね、うんうん、だからそういう若い人たちに、なんかその、うん、お芝居って、うん、こうやって作っていって、こうやってやったらもっともっと開けるよ、もっと楽しめるよっていう、ね、うんうん、技術だけではなくて、うん、その芝居に対する見方だとか居所だとかっていうものを少しでも伝えられたらいいなって、いやもう本当に、うん、あのありがたいなっ
ってね思いますね、うん、やっぱりなかなかそうやってこう教えてくださる方は今少ないし、うんね、優しいお顔はしてくれるけど実は何にも教えてくれないよっていう方もいっぱいいらっしゃいますよね、うんうん、もう今本当にあの川端さん惜しげなくあの教えてくださるし、やっぱりその役その役もよく読み込んでこういう風にしたらいいんじゃないのっていうのを自らこんな風なこともできるよってやれちゃう方なのでね、もうすみませんちょっと酔っ払いの役でちょっとこう 2,3 歩こう酔っ払い僕あの飲めないものですから、飲めない酔っ払いって言ってもいやあのまあまあいいじゃないですか、ああだからあすみませんとってああだからいいですか、かわいい飲みっぷり。すいません、はい、じゃあちょっと今行きたいところが出てきちゃったもんですから、はい、すいませんあの、はい、じゃあ僕が今ちょっとあの行ってる間にですね、あの、はい、じゃあ次の方も呼んでいただいていいんじゃないでしょうかね。あの、川端慎二でございました。それでは、またね、あの、呼んでいただける機会がありましたら、あの、呼んでいた、大丈夫、あの、酔ってませんから、大丈夫。酔ってると思う。僕は酔ってません。うん、酔ってません。あの、ソーシャルディスタンス、ちゃんとと、ね。それでは、また、後ほど、ありがとうございました。次の方、どなたですか、はい、お気をつけて、ちょっと。こんな素晴らしいことをやってくださいすごいでしょう、川端慎二さんでございましたそれではあの今度はねこの、土蜘蛛の中でとっても可愛いお嬢様をご紹介したいと思いますよ。水戸ちゃんどうぞ。はい、はい、こんにちは。じゃあちょっとカメラに向かって、はい、自分でご挨拶してみてください。はい、こんにちは、カノン水戸です。あいいと思います、かわいい、ね、さっきの酔っ払い感じちょっとおーと思ってましたけどね。水戸ちゃんは今どんなお役をやってらっしゃるんでしたっけ。私はあの二役あのやらせていただいてて、はい、平安時代と現代で一つずつお役をいただいてるんですけど、あの平安の方ではあの土蜘蛛の胡蝶というあのー、そうですね、深い深い何て言ったらいいのかな、雷光 の、まあいつもお手伝いを ね、授業している人なんですけど、実は、はい、あんまり言っちゃいけないんですけど、あのすごくね素敵な役をねしていますね、はい、立ち回りもしなきゃいけないし、そうです、ね、この小さな体のあの重い刀をシャッと振り回しますからね。振り回せるか振り回せるかどうかって、いやいや振り回してらっしゃいます、大丈夫でしょう。どうですかこの役をいただいて、一番こう、はい、なんてここが好きだなとか、はい、ここが嫌だなとか、ここが重いんだよなとかありません？きっと今あのアキラちゃんいないから大丈夫だと思う。何でも言ってください。そうだな。いやでもまずあの最初の役を発表する、うん時あったじゃないですか、はい、あの時にもう最初から何々役誰々さん何々役誰々さんってなる時が一番こうドキドキの、あの私時間なんですけど、はい、胡蝶のところで呼ばれた時に、はい、ここかと思って、その役柄が分からなかったんでしたっけ、はい、その時、その前にちょっと土蜘蛛 の、 あの原作の方をちょっと下調べしておいて、はい、どういう登場人物がいるのかなっていうのを見てたんですけど、はい、あこれ胡蝶っていうのはすごいキーになる役というか、うん、深みが一番ある役で、うん、すごく難しそうな役だなって思ってたんですよ、うん、そこが来たと、ここが来たと、まあ、それはなんか、うん、あのまあ驚きもあるけれどもやっぱ光栄だなと思ってこういう機会を届けて、う
まだ必死に頑張ってる最中です。本当に大変な役ですよね。どうですか、でもここは好きっていうところ。好きっていうと難しいですね。でもあれですよね、はい、私も好きな人をあなたも好きなんですよね。あ、そうですね。そう、ちょっとね、はい、許してほしい。あ、違う。あのユミさんがいらっしゃらない時に、はい、代役でちょこっとだけ入らせていただいたことがあるんですけど。あ、私の役、はい、あら、すいません。その時に、はい、なんかふと自分の役の心に帰ってしまうとすごく切ない気持ちになって。やきもちやりたい。やけーあ、やっぱすごい。いやいや、でもそういうの分かりますよね。実際それだけその役に入り込んでるっていうことですもんね。あきらちゃんいるかな。幸せ者ですよね。そうかそうか、うん、あとはどんなとこ、あ、ここはちょっとまだできないから、ここのとこもちょっと頑張りたいな、はい、川端さんとかいろいろね、ご注意を教えてくださったりするでしょ、はい、そうですね、やっぱ思ってる以上になんか表現しきれてないんだなっていうのをご指導いただきながら思ってて。そうなんだ。はい。いや、もうなんか全然まだまだ詰められるところはたくさんあるなって思ってて、はい。かっこいい。いや、本当に日々なんか自分の未熟さを実感してます。いやー、でも本当に今回のね、どの役も本当に大変なんですよ、すごく。だからどんどんね、いっぱい読み込んで、どういう役でどういう思いで今ここにいるのかっていうね、ものをこう何回も何回も咀嚼するようにしないとね、そうですね、いけないし。でもあのお客様は見たらね、かっこいいと思いますよ。本当に校長さん、まゆさん、はい、はい、どちらもいいお名前でございますね。そうですね、うん、はい、今度お名前変えたらどうですか。あ、これからこれからどうですか。あ、今芸名ですか。あ、そうですね、はい、あ、芸名なんですか、はい、じゃあ芸名をしっかり覚えていただいて、はい、ね、今回ぜひ見ていただくように、はい、私の名前でチケット買ってねって、はい、これはちょっとユミさんなので。いや、大事ですよ。はい、どうぞ。はい、胡蝶と栗本真由役をやらせていただきます、カノンミトです。よろしくお願いします。ミトちゃんです。ありがとうございます。カノンさんね、はい、花の音って書くんです。すごく素敵なの。ありがとうございます、ね、じゃあこれからも頑張って、はい、ね、本当に最後まで、ね、お客様喜んでいただく舞台を、ね、一緒に作り上げて、もう一緒に焼き餅焼いてね。焼きながらどれだけ焼き餅焼けるかっていう感じでね。そうですね。うん、でということで頑張りたいと思います。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。また後でね、はい、はい、じゃあ次ちょっと呼んでいただく方、はい、声かけていただきたいと思うんですけれど、では次の方お願いします。次の方どうぞ。どうぞ。さあ次の方どうぞ。今日はどうされました。あ、ちょっと持病の尺が、持病の尺がちょっと見ていただいて急に出すか。お医者さんじゃないって。鈴木美恵子、はい、はい、もののけエンターテインメント企画あやかし劇団員の鈴木美恵子です。お願いします。お、ピアスがすごいですね。あ、これイヤリングなんですよ。アイアリング？パッと見ピアスみたいなんですけど、うんうんうん、ちょっと可愛いので買っちゃいました。これはドクロじゃないんですね。こちらあれなんです、ディズニー作品の、見えます？これなんだっけ、ナイトメアビフォークリスマスのジャックさんです。あら、素敵。ハロウィンの時期なんで、ね、ちょっと色も合わせちゃってみーちゃんはですね、はい、ね、あやかしの中ではおばあちゃん役をやらせたらみーちゃんよっていう感じで。ああ、そうなんですよ、ね、そうですね、劇団の方でやらせていただいてる役のほとんどですね、うん、8割方が老け役、おばあちゃん役をやらせていただいてて、はいはい、そうなんですね、うん、だもんですから、はい、もうね、老け役本当上手な方なんですよ。今回土蜘蛛では17歳の役、はい、そうですね、高校生の高校2年生か3年生かって、はい、そんなくらいのね、はい、役をやらせていただいて、いただきます、はい、
もう最初から最後までね、うん、今回もとっても重要な役になっていますけれども、はい、夏美ちゃん、夏を、夏の美しいって書くのかな、夏美ちゃん、間違ったっけ、海、夏の海、夏の海で夏美ちゃん、夏の海ちゃん、はい、夏美ちゃん、名前からしてすごい元気いっぱいな、こうフレッシュな感じのする役なんですけど、うん、すごい役作り苦労してます。もっと若くなってみたいな、本当に苦労してます。どこが苦労すの？とにかく女子高生の役なんで、フレッシュにまず元気いっぱいにテンション高くっていうのをキープして、こうもうとにかくハイテンションでわーって動かないといけないっていうのもあって、そのよく女子高生ってどんな感じだったかなって自分のをまず振り返ったんですよね。でも私たちもこうね、皆さんの中からしたら一番近いんじゃない、うん、あ、ミトちゃんももちろん若いけど、あやかしの中では一番高校生に近いじゃないですか、ね、近いはずなんですけど、ね、なかなかこうあの時の頃を思い出すのが難しいというか、そもそも私なんかおとなしい目なタイプだったんで、なんかもうその時からすでにお母さんみたいだねって高校生の頃からお母さんだねみたいな、そうそう言われるキャラクターだったので、うん、結構大変なんですよ今。ああそうなんですか。そのなんだろう、あの時の自分を思い出してって言われるといや、そもそもあの時はもっと静かにしてたけどなみたいな、そう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 、結構苦労してます。そうでも本当に夏美ちゃんの役は本当にね、うん、明るくて、はい、もう最初から最後まで暗いところでもね、うん、明るくなんかもう天真爛漫に動くっていう感じですもんね、はい、そうなんです、うん、ね、その辺はやっぱあきらちゃんがね、ちゃんと書いてくださってるわけだから、そういうところもあるんじゃないかと思うんですけどね、天真爛漫性もそんなことない？なんかすごい夏美が自分に似てるなって思うとこは、まあその結構性格が子供っぽいので、そういう性格とかそういう部分ではすごい自分とリンクするところはあるなって、うんうん、すごくよく思うんですけど、うん、だけどそのなんだろうな、うん、フレッシュさって私にはないものが夏美にはたくさんあるのでそうか、ね、ちょっと皆さんに聞いてみてください。私フレッシュですか？私フレッシュですか？なんだろうこれなんかシーンとした中でいやーみたいな、皆さんマスクの向こうで笑ってるというねえ、いやーみたいな、これいやでも本当にね、今回ね、はい、お得な役ですよ、これはもう本当に、まあ、もう成長、うん、役者としても成長できるチャンスだなっていうふうに思ってまして、うん、真面目ですよ。いや自分真面目じゃなくてもいいよ大丈夫よ。いやもう全然それはもうなんか夏美っていうキャラクターができるようになれば、うん、もっと幅も広がるなっていうのがあって、そうちょっと頑張らないテンションがね、うん、いつも自分のテンションと役のテンションとか違うから、うん、そこのテンションにね持っていくまでに普段は時間かかるけど、うん、だんだん慣れてくるとパッとね入れます。 そこに行くまでがねちょっと大変です、ね、そうまだまだ修行が足りなくて、修行はね、私たちも頑張っておりますはい頑張ってますね。みーちゃんの本当にね、ぜひ可愛いさもね見ていただきたいなと思います。頑張りたいと思います。ぜひともそれちょっと老けてる感じ、はい、あとヤングで言ってみたい頑張りますもうね素で喋ると、うん、おばさんからおばあちゃんになっちゃうんで気をつけます、はい、気をつけます。それではですね、はい、せっかくに本当に皆さんいらっしゃるので全員ね揃って皆さんに見に来てねってご挨拶したいので、ちょっとマスクしていきましょうかね、うん、はい、はい、ちょっとじゃあマスクの方こちらへどうぞじゃあマスクしてきますタン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 、家族写真じゃない、記念写真じゃないですけども、はい、宣伝で土蜘蛛は何日から何日まで、はい、どこでやるかっていうのを言いましょうかね、はい、もののけエンターテインメント企画あやかし最後の近代能楽集土蜘蛛なんですけれども、11月19日から21日まで5ステージ行います。はい、場所はですねキーノートシアターさんという劇場さんです。キーノートシアターさん全部カタカナでちょっとググってください、はい、キーノートシアターそうございます。たくさん本当に皆さんに見ていただいたこの近代の学習なんですけれども、本当に最後
いよいよ最終章となってしまいました。今まで見てくださった方もですね、ぜひ要素がたくさん詰まってるので楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、1回と言わず2回3回と5ステージありますので見に来ていただければ嬉しいです。配信チケットがございます。公演が終了した後にですね、配信として、出させていただくんですけれども、1回見たんだけれどももう1回あのシーンが気になるなっていう方はですね、配信でもお楽しみいただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。お待ちしてます。じゃあせーの、皆さんお待ちしてます。土蜘蛛だよ。